移籍後初出場となりました。今日どんな思いでピッチに立ったんでしょうか。まあそうですね、前節チームがまあ負けてこの試合でしっかり勝ってもう一度そのチームに勢いを与えようと思って、まあ、それに貢献しようと思ってピッチに立ちました。その結果ご自身のパフォーマンスというのはいかがだったですか。そうですね、まあ、自分のパフォーマンスもありますけど、やっぱりチームが勝てなかったっていうところが、まあ、残念です。結果としては、まあ、悔しい思いあると思いますが、今日のこの出場したということを今後にどのように生かしていきたいですか。まあそうですね、まあ、次につなげれるように頑張ります。はい、プレーオフへというところ、チーム一丸となっていると聞いてますが、そのあたりいかがでしょうか。まあね、チャンスがある限り絶対諦めず、そこに向かって頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。